ナボイの戦い、または、小やり襲撃とは、太平洋戦争中の1943年11月29日に、ブユゲンウィル島ナボイにおいて、アメリカ軍と日本軍の間で行われた戦闘。ブユゲンウィル島の戦いの一部であり、一個大体規模のアメリカ海兵隊が、日本軍の反撃を妨害する目的で上陸戦を仕掛けた。予想より、有力な日本軍の抵抗を受けて、 アメリカ軍の作戦は失敗し、海兵隊は全く目的を達成できないまま撤退した。1943年11月1日、アメリカ軍は日本の第17軍が守るブーゲンウィル島のトロキナ岬に上陸した。日本側は第6師団の不評、第23連隊による反撃で撃退を試みたが、失敗に終わった。アメリカ軍の指揮官であるロイ・ガイガー将軍は、 トロキナ・岬キ周辺 1.8km に築いた共闘府をさらに拡大することにした。トロキナ側に向かって部隊を投進させ、内陸側にホックスのコードネームをつけた防衛線を構築する意図であった。この進撃は11月26日に完了した。さらに、ガイガー将軍は進撃部隊全体の右翼側を奇襲から守るため、 トロキナ岬からエンプレスオーガスタ湾の海岸、ナボイ襲撃部隊へ命じられた行動、作戦期間は4日間だけと予定された。ブーゲンウィル島の地図、ナボイはタロキナの東南 16km に位置する。襲撃部隊の主力は11月23日にベララベラ島から到着したばかりの海兵空挺部隊の第一海兵空挺連隊第1大隊で、 リチャード・フェインガン少佐が率いた。コマンド部隊である海兵奇襲部隊の第3海兵奇襲大隊から M 中隊第3海兵士団第12海兵連隊から砲兵観測要員が配属されている。準備の遅れにより上陸は11月29日に延期された。当初の計画では火力支援に駆逐艦が投入される手はずであったが、 その後の命令により実施できなくなってしまった。11月27日夜に上陸した偵察班は日本軍の活動は見当たらないと報告した。28日に上陸地点を偵察したボートも敵は存在しないと報告していた。対する日本軍は第六師団主力による2回目の総攻撃の準備を進めつつあった。日本軍は島南部の部員に近いエレベンタを 平坦拠点とし、陸上輸送のほか、エンプレスオーガスタ湾沿いの回しかや、ナボイへ大発動艇などにより、補給物資を運んでいた。ナボイには、最前線へ送る物資を中継する、海岸集積所が設けられ、第六師団の市長兵第六連隊第一中隊や、師団警備部などの広報部隊が駐留していた。11月28日の夜にもナボイへの、集停輸送が行われ、 29日午前2時頃には、揚陸を終えて去ったところであった。アメリカ軍の襲撃部隊は、アメリカ海軍の機動揚陸艇と LCVP の2種の上陸用集艇に分譲して、11月29日午前4時に、ナボイの海岸へ上陸した。海兵空艇大隊主力の上陸した地点は、市長兵第6連隊の海岸集積所のすぐ近くであった。フェマン少佐は付近に、 有力な日本軍部隊がいると感じたが、他に手の打ちようがないので集積所を越えて進み、180メートルほど内陸の地点に号を掘った。日本側は、集低が岸に近づいてから、自軍のものでないと気づき、集積所の人員を武装させるとともに、たまたま付近を通過中だった、不評第23連隊の一部に応援を要請した。 明け方には応援の不評が到着し始め、野砲兵第六連隊の三方一門も集積所にあった砲弾を使って砲撃を始めた。海兵隊員の周囲には日本軍の迫撃砲や機関銃、小銃による銃砲火が降り注いだ。一方、空挺大隊の本部中隊と第三海兵機集大隊 M 中隊は 0.8km 南の地点に上陸した。 状況を知った日本の第6師団司令部は岩佐死体の不評第23連隊に1個大隊での撃退を命じるとともに不評第13連隊の1個大隊を上陸用集定で29日夜に付近へ逆上陸させることを計画した。現地の日本軍は何度も不評突撃を行いアメリカ軍に相当の損害を与えた。アメリカ軍は 前線の砲兵観測班の指示のもと、トロキナ岬付近に布陣した第三海兵、防衛大隊の M114-155mm 榴弾砲による火力支援を受けていた。海兵隊員は、路角した日本軍の94式 37mm 砲も使用した。予想よりも激しい抵抗を見て、アメリカ軍指揮官たちは自分たちが兵力的に劣勢であることを悟った。 付近の日本軍は現状で千二百人とも推測され、アメリカ軍は全滅の危機に瀕した。南方に上陸した第三海兵機種大隊、M 中隊などは午前9時30分に主力と合同したが、移動途中で十三人の損害を受けていた。フェーガン少佐は現在の戦闘状況が無益で、このままでは敵主力との決戦が避けがたいと判断し、午前8時までには、 無線で部隊の収容を求めた。ガイガー将軍も同意して撤退を命じたが、その返信は通信機が故障して受信不能に陥っていたため、フェーガン少佐に届かなかった。海兵隊は中隊相互で連絡を取って守りを固めるしかなかった。次第に弾薬が欠乏してきても士気は旺盛であったが、野襲が強く懸念された。アメリカ軍は、 襲撃部隊の収容のために回にわたって上陸用襲艇を送ったが、日本軍砲兵の激しい射撃により失敗に終わった。2度の救出失敗と上陸部隊の弾薬欠乏という事態を受けて、5層戦団から引き抜いたフレッチャー級駆逐艦、フラム・グリーブス級駆逐艦、ランズダウン、同、ラードナーと法廷仕様の不評用陸艇一隻が援護に投入された。 支援艦隊は午後6時に海岸に接近し、陸上砲兵部隊と航空隊と共同して弾幕を張った。この制圧射撃に守られ、集艇は海岸から襲撃部隊を収容できた。最後の集艇が戦場を離脱したのは日没後の午後8時40分であった。アメリカ軍は装具を多く失ったが、兵器は破損したもの以外すべて持ち帰ることができた。 アメリカ軍の作戦目的はいずれも達成されず、15人が戦死、戦勝死、99人が負傷、7人が行方不明となる損害を受けた。アメリカ側の推定では日本軍は145の291人を失った。アメリカ軍は日本軍の集積物資を破壊する機会があったにもかかわらず実行しなかった。日本側は アメリカ軍の損害を著しく課題に判定しており、真田上一、第六師団はナボイの殲滅戦として勝利を誇った。白井明夫は第六師団が第一次、太郎機な作戦失敗の汚名返上を意識したため、過大な戦果報告を行ったと推測している。この戦いは、アメリカ軍にとって、事前砲撃の重要性を再認識させる教訓となった。一方、 日本軍は、ナボイの戦いを小規模であるが水際撃滅が成功した事例と評価し、上陸戦に対抗する戦術として、水際作戦が効果的であるとの確信を強めた。戦訓速報第十号でも、兵力の差や装備の優劣を気にせず、敵軍の体制が整う前に反撃する攻撃精神が強調された。これは、 日本軍がその後のサイパンの戦いなどで水際への軌道反撃を重視する一員となった。ナボイの戦いの後、ブーゲンビル島のアメリカ軍は12月上旬を通じて第3海兵次第をトロキナ側に向けて前進させ、川の西岸の高地占領の一環として共闘法を拡大した。さらに12月中旬にはアメリカ海兵隊は ヘルザ・パピン両戦と 600A コーチでの戦闘へ突入していくことになる。ありがとうございます。